昼クライムのことが大好きな店長さんが作るこだわりラーメンが日々進化していた。今回は岩手県盛岡市にある火の鳥を紹介します。こちら以前から何度か行ってるお店になります。早速店内へ。さて、券売機で何するか迷いますよね。そんな時はもちろんやっぱり一番左上が間違いないでしょう。ということで、火の鳥味噌ラーメンを、それからこれこれです、ローストビーフ丼も頼みます。火の鳥ラーメン&ローストビーフ丼です。ここの店長さんはヒルクライムが大好きで、店内ではヒルクライムの曲が流れるほどです。私もヒルクライムが好きなので、いつかヒルクライムの本人さんがこの店に来てくれることを願っています。いつかこの席に座ったりしないかな。これは何でしょうか。あ、なるほど、ニンニクですね。おっと、これはありがたいですね。ライスおかわり無料です。たきたきたということで、ローストビーフ丼と火の鳥味噌ラーメンです。うん、うまそうですね。まずはローストビーフ丼からいきましょう。どうでしょうか。続いてこちら火の鳥味噌ラーメンです。辛さもこちら選べます。美味しかったです。ごちそうさまでした。日々進化してますね。ごちそうさまでした。ぜひ徳さん来てくださいね。 H&K チャンネル。ラーメン好きの方もヒルクライムが好きな方もぜひ一度行ってみてください。バイバイ。